今日は子どもの貧困対策をテーマに話を進めようと思うんですが今週始まった通常国会では子ども家庭庁が議論され子ども政策っていうのはまあかなりいろんな形で議論されるだろうということで本当に何が必要なのかを議論したいと思うんですけどなんかやっぱり日本の子ども政策というのはどこかまだこう。 柱がちゃんとしないっていうか、うん、それはまあ世論の支えが小さいからですよね。世論の,の支え、うん、だから世論の支えがなければ、うん、あの基本子ども政策を取るとね、えー、まあ民主党の時代もそうだったけど、うん、独身者の金をね、子どもを入れやつにつけるのかみたいな。 つまり子どもが社会の資産だリソースだっていうふうには日本ででは全く考えられていない全くく考考ええらられれてていいいななんですよねそもそもはそのやっぱり日本でそのひとり親支援っていうのは本格的に始まったかつてからあったんですけど戦争であの親を亡くした戦争維持戦争工事の支援から始まった、うん、要するにやっぱり維持というか死別でひとり親のところには例えば税制面でもちゃんとその家父控除っていう控除があって。うん それがが離婚婚の一人親ににも広がったんですけど、うん、未婚には広がらないと、うん、まさにそれって自己責任ですよね私なんかはみんな例えばひとり親で育っても交通事故で亡くなったったらみんなが同情してくれるとそれはおかわいそうにまさに自己責任ゼロだったにもかかわらず一方でその未婚の場合なんで結婚もしなくて子どもを作るなんてそんなのそれこそさっきの「自公自得だろう」うん、なんでそれが、うん、あの支援をしなきゃいけないんだっていうようなやっぱり世論 中でですね、本当当事者の方々がどれだけ苦しんでたか、うん、それはその方々の尊厳にも関わるような問題うん、うん、でもそれずっと放置されてたんですよねだからまあ少しずつ変わりつつありますけれどもやっぱりそういう中でもすごく私自分自身の体験と、うん、そういう中でも本当に身にしみて感じるようなことがこのの数年子どもの貧困率のデータだけちょっと見て,みていただこうかと思います。人、はい、ああ人にとということで、はい この赤い線が子どもで緑の点々が全体ですけれども、公立校だと一クらしで四五人ということになりますよね。そうですね。かなり多いね。一人に一人、まあ確かにこうグラフはちょっと下がっているように見えるかもしれませんけど、十三点五パーセントっていうのはすご、はいです。うう加減が十になってたりが下がっている,ように見えるんだけだから、はい、そういうことですね。はい、生活保護を受けている児童生徒、そして就学援助という生活保護まではいかないけれども就学援助として給食費。<laughs> え修学旅行とかそういう中でをまああの援助されている子どもの数を合わせたもので援助率っていうのが出ていますけどこれが大体たいえっと十四パーセント十五パーセントぐらいですねですからこれもやっぱり七人に一人というかそういう数字ですね中央値以上の世帯収入の場合はあの子どもの進学希望っていうのが例えば大学またはそれ以上は六十七点二パーセント でこののの番目が中央値の2分の1未満つまり貧困ラインっていいますけど貧困ラインを超えない場合は大学またはそれ以上パー25.9%その間が36.5という数字でこれはこんなに差があるとコロナ禍での世帯収入はどう変化しましたかということで中央値以上変わらないという数字を見ていただければそのいわゆる貧困ラインよりも 下のところは半分は減ったとコロナ禍で再収に減りました。特にまあ生活が厳しいところをコロナ禍で直撃しているということです。それはやはり実感されますか。まあ要するに貧困世帯っていうのは当然例えば非正規雇用であったりとかあのがまあ大半ですよね。特に一人親のお母さん今まで調査してもやっぱり。 1>, あの1つだけじゃなくて2つ3つ仕事を掛け持ちしているそれがもう全ての例えば仕事をなくしているとかですねということになってますからま,あまさに我々がこういろんな我々もあのいろんなところでこう調査したりいろんな声を聞いていることとまさにこれはエビデンスで今回はっきりしたっていうあの意味のあるデータではないかと思小川さんの「あその場」というのはさまざま今お話しされたように調査などもされているんですけどもここに給付金っていうのもあって。 実際にその子どもたちのところにあるあの給付などをされていてコロナの中でもあのコロナ禍で8,000人近い人にこれは昨年度2020年度ですね,ですね総額3億円余りの給付を出しておられるんですけれども一民間団体がいつでもずっと恒常的な支援はできないんで春のこう入学新生活を迎える時って一番お金いりますよね。 まあそれとその時にはちょっとおめでとうという気持ちも込めたあのお祝い金的なイメージも含めてそこにお金を去年はその約3,000人ぐらいの人にお出しまして実はこの時応募がえこれ去年は過去最多で約9,000人から来た、まあ、その時初めてオンラインで受付をしたんですけどもうオープンしたと同時にうわーってこう私も画面見てたんですけど流れるように、うん。 来るんで,す、ね、でその時にその家庭の状況とか今状況を教えてくださいみたいなこと書いてある中に一番しんどかったのがもう情けない母親でごめんなさいっていう言葉があったんですよね、うん、一人親のお母さん。で僕はその時思わず画面にツッコミというか思わず画面にいやお母さんは。 何もお母さんん情けなくなくいんです、うん、あのさっきあのまあ日本の子どもの貧困率の話ありましたけど特に一人親の貧困率って半分なんですよね5割を超えていてこれは OECD で最悪と言われてます、うん、でしかしながら一方で日本の一人親シングルマザーの就労率は8割を超えていて、うん、世界トップレベルだから世界の研究者が貧困の研究者が日本の子どもの貧困ってもう不思議だと普通は 働けない働いていないから貧困だっていうのは分かるけど日本の場合世界でトップレベルで働いている一人親の方々がおいしいで最悪の貧困率ってどういうことなんだってまさにワーキングプアですよね本当に私自身もつらかったしこういうことはやっぱりあってはならない状況をやっぱりこうなくしていかなきゃいけないっていうことも通説に変わりました、うんうん、厚労省の,そのまあ児童扶養ってやって受給者等に。 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金というのが児童扶養手当受給者、まあ、低所得の一人親世帯とそれ以外で住民税非課税の子育て世帯とこの対象者に給付されたということですね。れのがこ万円 給付と言われている18歳までの10万円給付と言われていたもので、私たちも子どもの貧困ってやってるとどうかでこれ選別的なんで線引かなきゃいけないんですよ。うん、で、それは私たちのこの本当に給付金事業もそうなんですけど、自動あの給付金の対象になる人って生活保護を受けている人とか、あとは住民税非課税世帯とか社会的養護児童養護施設から素出すことかなってるんで、例えばあの最後お支払いするときに。 住民税の非課税証明書出してくださいねって言ったら「1,000円だけお金払ってました住民税を納めてました」すいませんごめんなさい」<ー>給付できません」になっちゃうんですよね。だけど実際のところって市町村によっても住民税なんて違いますしさ、うん、ないわけですよだからいろんな日本の制度って生活保護でも何でも崖になっちゃってるんですよねスロープだったらいいんですけどこっからこっちはもらえるけどこっからこっちは全くもらえないみたいな。 そういう意味では今回960万というところの、まあ、これもいろいろ議論はありますけど全ての子どもたち、まあ、かなり多くの子どもたちまでこう普遍的にユニバーサルに子どもたちにこうお金が行くという制度は良かったな、うん、去年の9月段階で児童手当を受け取ってた人のところにお金が行くので、うん、そのあと離婚したとか今別居してるとか。 それがまあ大体例えばご、あのー、夫の方に入ってて夫はもう子どもを養ってないとなると夫の財布の方にお金がいっちゃうわけですよね3人例えば子どもがいてそうすると実際子どもに使えるお金が入らないんじゃないかっていうのが今大きな問題になってその世帯が約4万人ぐらいいるという推計もあるってことこですね、うん、まさにここ,のここの上がってるところがあの当時でいうと子ども手当。 自、ね、民主党政権からの子ってね。というものでここである程度増えたというふうにはなっていますがあと幼児教育無償化のところで多分この現物給付のところが増えてくるという形なんでしょうけどこうやってかなり上げてきてはいるんだけれどまだまだまだこの,この状態だということでまあ子ども支援について。 議論されていくわけけですけどもまあとはいったって財源だってそんんなにありませんよねそうしたらやっぱりより困っているところにお金を集中的に入れる支援をするっていうことは大切でしょっていうふうにまあこれは今でももちろん思っているところはあるんですけどそうなさっき言ったようにどうしてもその線ができてしまってそこから外されるというかちょっとでも例えばこういえたところがっていうところであればやっぱ全ての子どもたちをユニバーサルな支援をやっぱ拡充させていくってことが 大切だと思うんですねさっき言ってるそれは漏れないし手続きがいらないしもう一つはスティグマも生わないっていうとうころもあると思います、うん、これはあのイギリスの,あのブレア政権の時にですねまさにこの「チルドレン・ファーストで」であの時はまさに貧困をなくそうというところであのブレアさんを中心にやったんですけどもあの時は例えば国が夫の子どもでも赤ちゃんが生まれる時にあの口座を作って。 で、そこに、まあ、日本でいうと、学資保険みたいなものですね。うん、で、それである程度の年齢、18歳の時になったら、それを貸せるけども。そういう口座を作って、そこに定職世帯には上乗せをして。子供一人一人に、そういうふうに支援をしていくっていう形がありました、うん、銀行口座を作って、じゃ、そこに児童手当なんかも、お金が入るようになれば、子供がどこに行こうか。子供への支給ができますよね。うん、この国会ほど、とは言いながら、子供っていうことに焦点を当てられた国会は今までなかった。 子っって本当ずっと見捨てられてきててきたっいいう歴史があると思いますねでようやく、まあ、与野党を超えて子どもということにあの今焦点を当ててこれから、まあ、そういう意味では子ども国会と言ってもいいかと思うんですけどそれがようやくスタートしたので,でこれは永田町とか霞が関だけじゃなくて大切なのは我々一人一人というか、まあ、さっきの,あの,あの世論がこれ子ども支援を潰すところも、うん あるわけですよね例えばその前の民主党政権下の子ども手当てっていうことに対してばらまきだとか、まあ、今回10万円のことだってこれだってばらまきだって今のようなコミュニケーション関係を放置されていると見通しはあまりよくないんですよ、うん、だからその世論をねあのどういうふうにすればいいのかってことはもうただ一つしかなくてあの先ほど話題になっているその分担と孤立を何とかするしかなくてね